レースチッププロレーシングチーム、レーシングベースのレイカです。寺島めぐみです。ありがとうございます。と私たち本日はティームワークスの商品2つご紹介したいと思います。まずこちらプロレーシングユニケイト by ティームワークス。プロレーシングユニケイトは日本独自のプログラムによるガソリン NA 車やガソリンハイブリッド車専用品として開発を進めていきました。ターボやスーパーチャージャーなどの装着されていない NA 車のトルク感の向上をお楽しみいただけるよう、マックスパワーの向上よりも体感度を重視したプログラミングとなっております。またユニケート内部にはコントロールボタンのほか LED ディスプレイを備えており、ユーザーが個々にユニケート本体内部のコントロールボタンを操作することで体感度の変更が可能です。センサーまたはエアフローセンサーの両方に付属ハーネスを割り込ませ、ユニケイト本体を接続固定するだけの簡単装着で軽自動車から大型車まで対応が可能となっております。そしてもう一つ、シカソニックですね。落ちちゃったこちらシカソニック。鹿が急に飛び出てきたとき絶対に当たらないと言い切れますか？私も富士スピードウェイの近くでよく鹿に遭遇しますけれども近年日本全国で野生動物の増加により発生件数が増えている動物との衝撃事故に注目し開発しました。どんなに安全運転をしていても目の前に飛び出す鹿は避けようがありません。シカソニックは人間には聞こえない高周波の音波35パターンをランダムに車両前方に照射し、鹿などの野生動物に車両が近づいてくることをお知らせしてくれます。ぜひ皆さんこちら使ってみてください。で、私たち TM ワークスレースチッププロレーシングチームは東7ホールの真ん中辺ぐらいにありますので、ぜひ皆さんいっぱいお写真撮りに、そして遊びに来てください。待ってます。待ってます。ありがとうございました。それではフォトセッションに移ります。5秒前、4、3、2、1、終了です。ありがとうございました。